財宝をめぐって争う海賊海賊の黄金時代は通常近代初期における海賊行為の活発化を指す歴史学上の用語である。海賊の黄金時代は後世になってから使われるようになった言葉で書出は1894年である。講義には1650年から1730年までをい,い、三つの時代に分けられる。 バッカニーア時代イギリス人やフランス人の船乗りが、ジャマイカ島やトルトゥーガ島を拠点に、カリブ海や東、太平洋を修航しスペイン植民地を攻撃した時代。海賊修航時代バミューダ諸島や南北、アメリカ大陸から長距離航路に乗り出し、インド洋と航海のムスリム商船や、東インド会社の船を襲った時代。スペイン継承戦争以降の時代。 スペイン継承戦争が終結して、職を失ったイギリス人、アメリカ人の水夫や私略船員が、海賊に転じ、カリブ海、アメリカ大陸東岸部、アフリカ西岸を襲撃した時代。競技では3番目の時代のみを指し、1番目と2番目はしばしば除外される。現代人の海賊のイメージの多くは、あまり正確でない場合もあるが、これら海賊の黄金時代に由来するものである。 この時代に海賊行為が発生した要因としては、各海域からヨーロッパへ輸送された高価な貨物の量が増加したこと、ヨーロッパ諸国の海軍が特定の海域で減少したこと、船乗りたちが海軍で訓練を受けて経験を積んだこと、海外植民地の統治体制が非効率だったことなどが挙げられる。この時代、植民地の軍隊は海賊と絶えず交戦しており、 いくつもの著名な戦闘や関連する事件に巻き込まれた。海賊行為はイギリス、スペイン、オランダ、ポルトガル、フランスといった当時のヨーロッパ列強による交易や植民地をめぐる衝突の結果、その縮小版として主に生じた。海賊のほとんどはイギリス、オランダ、フランスに起源を持つ人物だった。 カリブ海のバッカニーア数名の歴史家は海賊の黄金時代を1650年頃に始まるとしている。その頃、宗教戦争が終結したことでヨーロッパ諸国は各々の植民地開発を再開し、それによって海上交易が盛んになった。そして新大陸の植民地から大量の富が生み出され、その多くが船で運搬された。バッカニーアは カリブ海を中心に、スペインの植民地及び商船に攻撃を加えた、武法者集団で、バッカニーヤという言葉は、買った獲物の干し肉を作るのに、彼らが用いた、道具、武漢に由来するという。本人たちは、沿岸の二兄弟を称していた。早くも1625年に、フランス人のバッカニーヤたちが、当時ほぼ無人だった、イスパニョーラ島北部にねじろを築いたが、当初彼らは、 盗賊というより漁師として生活していた。彼らが徐々に職業海賊に転身していったのはバッカニーヤと彼らの獲物である野生化した牛や豚を根絶しようとスペイン人がイスパニョーラ島に攻撃を仕掛けたからだった。バッカニーヤたちはイスパニョーラ本島からもっと守りやすい沖合のトルトゥーヶ島へ移住したがそこは資源が不足していた。生きるため、そして 恨みを晴らすために、バッカニーアは、スペイン人に対し略奪に乗り出した。アレクサンドル・エスケメランによると、スペインへ帰る途上のガレオン船を初めて攻撃したのは、ピエールルグランだという。トルトゥーガ島には一種の海賊共和国が築かれ、独自のルールで海賊たちは島を統治した。トルトゥーガ島の評判が広がると、フランス人のみならず、カリブ海から様々な国籍、 人種のならず者どもが集まるようになった。スペイン軍は、たびたび大艦隊を派遣して、バッカニーヤを追い散らしたが、艦隊が帰ると彼らはすぐに島に戻ってしまった。1655年に、イギリスがジャマイカ島を占領すると、トルトゥーガ島を拠点とする、海賊行為はさらに増加した。初期のジャマイカ総督たちは、トルトゥーガ島のバッカニーヤやイギリス人に進んで、 私略免許を発行した。また、ジャマイカ島の当時の首都ポートロイヤルは、戦利品を売り払うのに非常に都合が良かった。ポートロイヤルには、酒場や商館などが立ち並び、海賊たちは稼いだ金の大半をそこで浪費した。1660年代には、新たなトルトゥーが島倉得ベルトランド・ジェロンが、同様の委任状を、フランス人植民者や、 ポートロイヤルのイギリス人の殺人犯に与えた。これらの条件によってカリブ海における海賊行為はピークを迎えた。この時代に活躍した海賊には1666年にマラカイボを襲撃したフランソワ・ロロネー、一階のバッカニーアからジャマイカ副総督に登り詰めたヘンリー・モーガンなどがいる。戦利品を見せつけるヘンリー・エイブリー1690年代が始まると同時に バッカニーア時代の終わりに苦敗をなめたイギリス人やアメリカ人の海賊の多くが財宝を求めてカリブ海の外に目を向け始めた。バッカニーアの没落には多くの理由があった。イギリスでスチュアート町が崩壊したことで昔ながらの英仏の対立が再燃し、英領ジャマイカと仏領トルトゥーガの共同関係が崩れたこと、1692年の地震で ポートロイヤルが壊滅し、略奪品を裁く市場が失われたこと、カリブ海植民地の総督たちが、それまでの本慶戦を超えて平和なしという政策を放棄し始めたことなどが挙げられる。これらの理由に加えて、単純にスペイン領の主要植民地が消耗しきってしまっていたことも大きかった。1667年から1678年にかけて、 マラカイボだけで3回、リオデラーチャは5回、トルに至っては8回も略奪を受けていた。同時に、イギリス本国は数度にわたり公開法を交付したため、イギリスの植民地は金欠状態に陥っていた。在下に飢えた商人や総徳は、海賊を見過ごすばかりでなく、彼らの公開に保険を与えたりした。とある植民地の役人は、領内に金をもたらす。 人々の縄に首をかけるのは残酷な諸行であるとして海賊を保護したほどである。これらの海賊の中には1690年代以降も北米のニューイングランドや中部植民地から出発して遠く離れたスペインの太平洋の植民地を標的にする者もいたが彼らの多くはインド洋に獲物を求めた。この時代、インドの生産力はヨーロッパのそれを大きく上回っており、 特に絹やキャラコなどは高価で取引されたため、それらが海賊の理想の略奪品になった。加えて、インド洋には目立った海軍勢力が存在せず、ムガル帝国の船舶や各国の東インド会社の商船は襲撃に弱かった。また、アフリカ東岸のマダガスカル島は前の時代におけるトルトゥーヶ島に相当する役割を果たした。これらを背景にトマスティ ヘンリー・エイブリー、ロバート・カディ・フォード、そしてウィリアム・キットなどの有名な海賊が活躍した。しかし、1697年に、フランス軍、バッカニーア連合軍がカルタヘナを占領したの最後に、バッカニーア時代から続いた海賊の活動も徐々に、下火になっていった。ロバート・メイナードと戦う黒髭・スペイン、継承戦争は1713年から1714年にかけて、 平和条約が締結されて終結した。これに伴い、イギリスの非正規戦闘員だった、私略戦員は軍務を解かれた。その結果、本国、植民地間の交易が再び活発になり始めた、大西洋城に、数千の仕事を失った訓練済みの水兵が放り出された。さらに、本国で職を失い、船乗りや兵士になって、 奴隷取引に手を出していたヨーロッパ諸国のならず者たちもしばしば喜んで海賊に転じた。彼らは西アフリカの海域や沿岸で活動する海賊船長に長年にわたって新しい人員を供給した。1715年、フロリダ付近で沈没船から銀を回収しようとしていたスペイン人潜水員が海賊によって大規模な襲撃を受けた。 この略奪に参加した海賊のうち、一番数が多かったのは、元市役船の陸民のイギリス人の一団で、彼らの全員が後に悪名を馳せることになる。ヘンリー・ジェニングス、チャールズ・ベイン、サミュエル・ベラミー、エドワード・イングランドである。攻撃は成功したが、ジェニングス一味の期待に反して、ジャマイカ総督は彼らの上陸を拒否した。一味はその時キングストンや当時没落しつつあった。 ポートロイヤルの近くにいたが、代わりに戦時中に放棄されていたニュープロビデンス島のナッソーに新しい海賊の基地を建設することにした。3年後に元市役船長、ウッズ・ロジャーズが総督として到着するまで、ナッソーは多くの成り立ての海賊の拠点になった。この時代に海賊の狙い目となったのはアフリカ、カリブ海、そしてヨーロッパ間で急増した。 海運取引、いわゆる三角貿易に従事する商船である。三角貿易では、まずヨーロッパからアフリカ沿岸へ航行し、工業品や武器を奴隷と交換する。次に奴隷を売りにカリブ海へ向かい、砂糖やタバコやカカオを積んでヨーロッパへ帰っていく。もう一つの三角貿易では、まずニューイングランドの農産物や保存食のタラをカリブ海に運び、 砂糖や糖蜜と交換する。それらをイギリスへ運び、工業製品やラム酒と交換し、ニューイングランドへ向かう。どちらの三角貿易も一つの地点を通過するたびに、リザヤが発生した。戦争の結果、イギリスはアシエントを獲得した。これにより、それまで閉じられていた新大陸のスペイン市場に、イギリスの商船や密輸船が介入していった。また、この協約は、 西大西洋の海賊行為の拡大にも大きく貢献した。戦争後に仕事を失った海兵が溢れたことも、植民地の取引の急速な拡大を促した。選手は労働力の供給過剰を盾に、船乗りの賃金を切り詰め、可能な限り節約して、利益を最大化しようとした。これにより戦場は劣悪な環境に陥り、乗組員は運ばれる奴隷と同じかそれ以上に、 非人道的な待遇を受けたという、あまりに過酷な環境だったため、多くの船乗りが自由な海賊家業に手を染めるように、なっていった。18世紀初めまでには、すべての国家が私略戦を容認しなくなっていた。1713年に、ユトレヒト条約が締結され、仕事のない水平が増加したことは海賊にとって、幸運をもたらしたが同時に、不運ももたらした。 海賊が劇的に増加し多くの船が略奪を受けるようになったが、これに脅威を感じたヨーロッパ諸国は商船を保護するため海軍を強化し、最終的に海賊を撃退するまでになった。熟練の水兵が増えたことは、海賊だけでなく、海軍にも多くの人材を提供することになった。1718年の黒髭エドワード・ティーチの死は、海賊の歴史の転換点になった。 安全な拠点を失い、同時に増大する海軍の圧力を受け、海賊たちはその勢いを失っていった。商船が運ぶ財宝の持つ魅力も次第に薄れていき、獲物を狩るカリウドは徐々に狩られる立場に変わった。1719年の初めまでに生き残った海賊もカリブ海から逃げ出した。その多くは西アフリカを目指し、守りの手薄な奴隷商人を襲った。 スペイン継承戦争以後に発生した海賊の黄金時代は結局10年も続かなかった。殺されて首をへさきに吊るされる黒ひげ海賊の黄金時代には現在でもよく知られている多くの海賊が活躍した。17世紀のバッカニーヤについてはアレクサンドル・エスケメランのアメリカのバッカニーヤに17世紀末から18世紀の海賊についてはチャールズ・ジョンソンの 悪名高き海賊たちの強奪と殺人の歴史に各人の伝記が詳細に記されている。アマロパー語、海賊の黄金時代の最も有名な海賊の一人。海賊の黄金時代という用語は、後世の造語で当時のいかなる人間にも使われた形跡はない。この後の書室は1894年で。 イギリス人ジャーナリストのジョージ・パウエルによる1690年代までに起きた海賊行為の黄金時代というようなものについてという記述が最初である。パウエルはこのフレーズをチャーリー・レズリーのジャマイカの新しい正確な歴史の書評で一度だけ用いており150年以上前の主に1660年頃に起きたいくつかの事件を指すものと思われる。 1897年になると、海賊の黄金時代という言葉は、歴史家、ジョン・フィスクによって、より体系的に用いられるようになる。世界の歴史において、海賊家業が、これほど大規模に行われた時代は17世紀と18世紀初頭を、おいて、他にない。この黄金時代は1650年頃から1720年頃まで、拡大されるかもしれない。フィスクは、 バルバリア海賊の活動や東アジアの海賊をこの黄金時代に含めており、一方で彼らムスリムや東アジアの海賊は17世紀には他の時代と変わらず活発に活動していたが、このことによってバッカニーアの時代が海賊の黄金時代であるという私の主張が損なわれることはないだろうと中を入れている。ただしフィスクは黄金時代という言葉を使用する際、 パウエルや他のいずれの資料も引用しなかった。20世紀前半の海賊詩屋はフィスクの黄金時代という用語をたまに使ったが、その時代の開始年や終了年を付すことはなかった。黄金時代の最も広い定義はパトリック・プリングルによるもので、プリングルは1951年に海賊の歴史で最も繁栄した時代はエリザベス女王の治世に始まり、 1820年代に終わったと書いた。これはフィスクの考えに大きく反している。フィスクはフランシス・ドレークなどのエリザベス朝の人物を海賊扱いすることに激しく反対していた。しかしながら、プリングルは20世紀の傾向の中では例外と思われる。1909年から1990年代までは海賊の黄金時代はもっと狭く取る傾向にあった。 早いところで1924年にフィリップ・ゴスが海賊行為の頂点の期間を1680年から1730年としている。ダグラス・ボッティングは1978年の彼の最も有名な著作海賊シリーズの一冊で黄金時代を17世紀末から18世紀の四半世紀の終わりまでのほぼ30年間とした。フランク・シェリーは そのすぐ後の1986年にボッティングの定義に従っている。マーカス・レディカー教授は1989年の学術論文で、アンガス・コンスタンは1998年に、この時代を1700年から1730年までと見ました。黄金時代を最も短く解釈したのは、コンスタンの2005年の著作、海賊の歴史で、その中でコンスタンは、 以前の自分の定義を訂正し、1690年代から1730年代を黄金時代とすることは不適当な定義だとし、海賊の横暴が最もひどかったのは1714年から1722年の8年間に過ぎず、本当の黄金時代は黄金の10年間と呼ぶことすらできないと結論づけた。デイビッド・コーディングリーは1995年の 有名な著作、黒木旗のもとに、で、海賊行為の偉大な時代を1650年代から1725年頃までと、した。これは、フィスクの黄金時代の定義に非常に近いものである。レディカーは2004年に黄金時代の期間として、最も複雑な定義を記している。海賊の黄金時代は、大体六百五十年から七百三十年代の期間で、 さらにそれは三つの世代に区切られる。すなわち、1650年代から1680年代のバッカニーヤ時代、1690年代のインド洋、海賊時代、それに1716年から1726年の時代の三つであるとした。このレディカーの定義が現在の学会で最も支配的な定義と考えられている。ありがとうございます。